海と日本。今私は水俣市の湯の湖に来ています。これから海中ライブが行われます。水俣の海に生息するヒメタツ、その姿をリアルタイムで見てもらうイベントが開かれました。海に潜るのはダイバーの森下誠さん。ヒメタツの様子を地上のモニターへライブ中継し、参加者と交流するというものです。来ましたよ。みんなわかりますか？いました。ヒメタツは海藻に擬態しているようです。初めて見るヒメタツに子どもたちの目が輝きます。初めて見たヒメタツどうだった？なんかオレンジ色っぽかった。本物見たかった。ライブ中継で森下さんが伝えたいことは、この自然をやっぱり大切にしなくちゃいけないとかですね、このふるさとの海を守っていかなくちゃいけないとかですね、あとは将来的にその実際ダイビングをしてこう見てみたいっていう子どもたちが現れるのも私の楽しみでもあります。この日はキッチンカーや海の生き物に触れる体験コーナーなども用意され、多くの親子連れが参加。イベントを主催した水俣市の NPO 法人は今後も定期的に開く予定です。定期的に開いていくことによってですね、この海がですね、素晴らしいものだ、楽しいものだというものに感じてもらって保護していこうという、そういった気持ちになっていただけたらいいかなと思ってですね、ずっと続けていこうと思っています。海と日本。